イギリス庭園の秋の風景、エングリッシャーガルテン、または、イギリス庭園は、ドイツのミュンヘン中心部にある、大規模な公園で、中心街から、市の北に向かって伸びている。総面積は373ヘクタールで、都心部から歩いて行ける公園としては、世界的に見ても規模が大きく、ニューヨークのセントラルパークより広い。名称はドイツ語で、イギリス式庭園を意味し、 18世紀中頃から19世紀初めにかけて、イギリスで流行したランスロット・ブラウンに代表される、幾何学的でない造園方式で設計された、トンプソンの貢献を称えた、ランフォード記念碑が庭園内にある。バイエルン選定校、マクシミリアン3世ヨーゼフは1777年に、子がない状態で死に、ビッテルスバッハ家のバイエルン系統が途絶えた。 そのため後継者には、ライン級中白だったカールテオドールが選ばれた。彼は、マンハイムに住み続けたいと考えていたため、継承したくなかったバイエルン選定公領と、オーストリア領ネーデルラントを交換しようとしたが、失敗した。当然ながら、ミュンヘン市民も彼に反発した。その不幸な雰囲気の中で、カールテオドールは、ミュンヘン氏の改良に注意を向けた。 中でもホ富フガルテンの北のアーケードに美術館を作り、庭園と美術館の両方を一般に開放した。ミュンヘンには公園がホ富フガルテンしかなく、何か新たなものが必要とされていた。しかし、それがイギリス庭園を作る主な動機となったわけではない。むしろ、ベンジャミントンプソンが進めていた軍隊改革の一部として行われたもので、彼は後に、 ランフォード博となり、バイエルンの戦争大臣を務めた。アメリカのマサチューセッツに生まれたトンプソンは、アメリカ独立戦争では、イギリス側として働き、イギリスの敗北後は、ヨーロッパに移住して1784年に、カール・テオドールの下で勤めていた。1788年、トンプソンは平時に、兵士の大多数に、農業や増援業などの民間の仕事に従事する。 許可を与えるべきだと提案。1789年2月、カール・テオドールは各都市の守備隊がそれぞれの都市に軍隊の庭園を配置することを命じた。それらの庭園は増援作業を通して兵士に農耕への知識を授けると同時に保養所としての役目も持ち、さらに一般への開放も意図されていた。ミュンヘインでの庭園は 市街地のシュバービンガー門の北に計画された。そこは、中世を通して、ビッテルスバッハ家の狩領地だった場所でハーシャンダー、または、ハーショーと呼ばれていたが、もともと庭園に含まれていなかった。北端部は、ローアーハーショーと呼ばれるようになった。南部の木々が茂った地域は、ハーシャンジェバルデと呼ばれている。この地域は、ミュンヘンを流れるイーザル川の氾濫原だった。 1790年、キシアントン・フォイン・リーダルが五岸堤防を作りその問題が解消された。軍事庭園の工事は1789年7月に始まり、間もなく800メートル ×200 メートル弱の部分が整地された。すぐに、これを公園として拡張するというアイデアが生まれ、軍事庭園はそのごく一部となった。 1789年8月13日、カール・テオドールは、ハー・シャンガーを一般市民に解放すると宣言。同年8月初めには、イギリスで、風景式庭園を学びカール・テオドールの下で、シュベッツィン現場で働いていた、フリードリ・ヒルード・ビヒ・フォン・シュケルを呼び寄せ、プロジェクトに参加させた。公園開発に関連して様々な付随プロジェクトが、開始された。 当時創設された陸軍士官学校の庭イレブンガルテン、牛の農場シュビソール、羊の農場シャフリー、農耕技術の改良を目指す農業学校アッカーバオシュル、家畜の治療のための獣医学校ビファーズネルなどが増援、建設された。それらの多くは公園内に長く置かれたわけではなく、例えば獣医学校はミュンヘン大学の獣医学部となっている。 フェテリンエル通りには1790年から存在する庭園の門がある。もともとはテオドール公園と名付けられたが、すぐにイギリス庭園という説明的な名称が一般化した。1790年5月までに大部分が完成し、カール・テオドールが視察に訪れている。しかし、約4万人のミュンヘン市民に、 一般公開されたのは公式には1792年春のことだった。1815年に作られたたき1798年、トンプソンはミュンヘンを去った。後継者のバロン・フォン・ワーネックは庭園を農場として使用して採算が取れるようにしようと試みた。そのため、1799年12月に牧草地とするために庭園を北に拡張した。 軍事庭園のフィールドは1800年1月にイギリス庭園に追加された。ワーネックの改修には費用がかさんだため、1804年にシュケルが後を受け継ぐことになり、バイリッシャーホフガーテニンテンデントという職が新設された。シュケルは当初から助言を行っていたが、実際に作られた庭園は彼のアイデアとは異なっており、彼はそのことを1807年の覚書で、 発表している。1804年から1823年まで造園を監督したことで農場的性格もあった庭園が冬景式庭園へと集中するようになっていった。例えば、庭園内の人口の小川の分岐点には水車小屋があったが、1814年から1815年に取り除かれて人工的な滝が作られた。シュケルの指揮下で公園は 現在見られるような形になった。その後大きく変化した点は、後継者となった老いのカール・アウグスト・シケルが、円形神殿を設置するために丘を作ったぐらいである。20世紀になって、若干の拡張が施されている。例えば1952年には、ヨーゼフ・フォン・マッファイの蒸気機関車工場の跡地30ヘクタールが、公園に組み込まれた。 さらに1958年から1962年に67ヘクタールのハーシャワーフォーストも公園に組み込まれた。既存部分はほとんど変化していない。第二次世界大戦時には爆撃で円形神殿が破損し中国の塔が破壊された。また、ハーシャンガーに9万3000立方メートルの瓦礫が廃棄された。 瓦礫が撤去されたのは1953年で、跡地は学校のグラウンドになった。なお公園内にはかつてクラインヘッセローアーコの湖畔に別のグラウンドもあり、1972年のミュンヘンオリンピックでアーチェリー会場として使われた。1963年にはイーザルリングと呼ばれるミュンヘンの環状道路がクラインヘッセローアーコの北を横断するように通され、 庭園を二分するようになった。二十世紀末ゴロミュン編ン氏は中国の唐の北を横断している通りに路面電車を通すことを計画したが、庭園を所有するバイエルン州政府が反対したため、計画は立ち消えとなった。自然災害も起きている。1964年、1988年、1990年に大きな嵐によって多くの木が倒れた。 また、病気によって、庭園内のニレの大半が枯れてしまった。そういった木々の創出に対しては、ミュンヘンのローカル市が、庭園の200周年を記念して1989年と1990年に、植樹キャンペーンを行い、病気に、耐性のあるニレ1000本を含む1500本の木々が、植樹された。 雪景色の鑑賞案1972年4月、ミュンヘンオリンピック開催を記念して、イギリス庭園の南端、ハウス、デアクンストの裏手に、日本庭園と茶室が建設された。茶室は、池の中の島に建てられており、その池は1969年に作られたものである。茶室は裏線家が、バイエルン州政府に寄贈した。 毎年4月から10月は月に8回茶会が開催され、ドイツ語にて日本式の茶道茶室、茶器などの説明が行われている。お茶とお茶菓子も振る舞われる。料金は大人6ユーロ、子供3ユーロ、所要時間は約1時間、10人以上で参加したい場合は事前申し込みが必要。毎年7月に、 干渉湾周辺にて在ミュンヘン日本国総領事館、バイエルンド国地協会、ミュンヘン日本人会の主催で日本祭りが開かれる。シェーンフェルドイズの北部からあるウドビヒスキルシュを望む。円形神殿と茶室の間にあるのがシェーンフェルドイズである。ここには1960年代からヌードで、日光浴することが許された場所があり、ヌードが許可されたことが、 大々的に報道され、イギリス庭園が世界的に有名になるきっかけとなった。この場所の東側からシュワビンジャーバックという小川が北西に向かって流れている。シュワビンジャーバックの北側がカール・シアド・スウィーズであり、この庭園で最も古い部分である。円形神殿の立つ丘のふもとの森にベルジェ・フレッドソルという境界碑があり、 ミュンヘン小僧がその上に立っている。イギリス庭園を流れる人口の小川の出発点には、ポンプを使って波を発生させる装置が設置されている。ここで、サーフィンが行われているが、熟練したサーファーに限るという掲示がある。夕暮れ時の円形神殿木星のアポロ神殿が撤去されると、その近くに、シュケルがもと構想していた丘の上の神殿を、 建設することになった。それが石でできた、高さ16メートルほどの円形神殿であり、設計は、レオホン・クレンツェが言った。1832年、レジデンツの改修で余った石材を使って15メートルの土台の上に建設が始まり、周囲を丘に造園し始めた。丘と神殿は1836年に完成。 10本の四ニア式の柱で銅板で吹かれたドームを支えている。この円形神殿の特徴は石に多彩式の壁画が描かれている点で、クレンツェの当時の興味が反映されている。クレンツェのスルナバンク円形神殿を建設する以前、中国の塔のやや南方、小川のほとりに小さな円形の神殿が建っていた。 ヨハンバプティスト・レクナーが設計して1789年に建設したもので、ジョゼフ・ネッポムク・マクセルが製作したアポロ音像が1791年に設置されたためアポロ神殿と呼ばれていた。土台部分は業界岩でできていたが、神殿本体は木製で18世紀初め頃には朽ちてしまった。レオ・フォン・クレンツェは1838年。 神殿のあった場所に、エクセドラ、または、石のベンチを作り、そこにヒアオ、イアー・ワーレット、ダウォー・ゾーンスと、ワルドヌアー・ウンとズンプという碑文を刻んだ。神殿の円形の基礎が曲線を描いたベンチの基礎に、流用されている。中国の塔とビアガーデン塔中国の塔は高さ25メートルの木製の建築物で、1789年から1790年に、 建設された。設計は、マンハイムの軍事建築士、ヨゼフ・フレイが言った。ロンドンの旧ガーデンのパゴダをモデルにしている。このパゴダは、中国皇帝の庭園に建っていたパゴダに似せて、作られたもので、イギリス庭園の中国の塔の倍の高さがある。ミュンヘンの塔は5階建てで、1階の屋根は、直径19メートルあり、最上階の屋根は、直径6メートルである。 1944年7月13日、元々の塔が激しい爆撃による火事で消失したが、1951年に再建委員会が創設され、写真や絵をもとに1952年9月に再建された。周辺1790年、レクナーの設計で、キナジシャビルトシャフトが追加された。1912年には、 元々の設計を反映させた現代的建築物に置換されている。7000席あるビアガーデンはミュンヘンでも2番目の規模である。19世紀末頃には5000人ほどの使用人、職人、兵士、学生らが日曜の早朝からここに集まり、ブラスバンドの演奏でダンスを楽しんだという。ダンスは朝5時から8時までの3時間で、その後使用人らは、 仕事に戻った。この監修は1904年、警察によって禁止される。しかし1989年、公演の200周年を記念して4000人が集まった、ダンスパーティーが行われ、その後、毎年7月に開催されるようになった。1823年、塔のそばに、子供用のメリーゴーラウンドが設置された。1912年に改修され、 今も使われている。彫刻家のヨゼフ・エアレッカーが設計し、画家のオーガスとジュリアーが装飾を施した。このメリーゴーラウンドは、馬だけでなく珍しい動物も回っており、アイベックス、コウノトリ、フラミンゴなどに乗れる。木製の屋根と柱は1979年から1980年に修理されている。塔の南にある岡波地貌は、 レクナーが18世紀末頃にモデル農家として設計したものだった。今ではイギリス庭園の事務所として使われている。ランフォードホール中国の塔の北にランフォードホール、またはランフォードハウスと呼ばれる小さめのパラーディオ風の建物がある。建設中はグローサザールあるいはミリテールゾールと呼ばれていたが、後にベンジャミントンプソンにちなんで、 ランフォードホールと呼ばれるようになった。1791年、レクナーによって、士官用クラブとして建設され、当初陸軍が使用し、その後王宮が使用した。長さ30メートル、幅10メートルで、一部2階建てになっている。正面と背面には6本のヨニ屋敷の木製柱でできたポルチコがある。150人が収容できる食堂の壁面は、 鏡で覆われており、スピーグルサルと呼ばれている。この建物は現在、ミュンヘン市の子供センターとして使われている。クライムヘッセロワーコクライムヘッセロワーコは、ワーネックの指揮下で1800年頃に作られた、人工庫で、当時の庭園の北端にあった。その北に門と、見張り所があり、その北には、ハーショーが広がっていた。 そこで公園の管理人が公園内で働く人々のためのビール店を開いた。間もなく牛乳や軽食も出すようになり、特にダンス用の木製の台が設置されると公園を散歩する人々も立ち寄るようになった。ワーネックの後を引き継いだシュケルは1807年から1812年にかけて湖の拡張工事を行い、現在の大きさにした。水は 園内の小川から供給されている。湖の面積は86,410平方メートルで、コニグジンシル、カーファーストニュンシル、リージョントニュンシルという3つの島が浮かんでいる。クラインヘッセローはここ半に立つシュケルの記念碑シュケルが、湖を拡張したことで、上述の店は湖に近くなり、後に2,500席の湖半のビアガーデンゼハウスとなった。 1882年から1883年にかけてガブリエル・フォン・サイダルが食堂を兼ねたボートハウスを建てた。1935年、ルドルフ・エスタラーがそのボートハウスを湖の見渡せるテラスのある新たな建物に建て替えた。1970年まで非常に人気だったが撤去されている。新たなデザインが募集され、 アレクサンドル・フォン・ブランカが日本の田舎風の設計で選ばれたもののコストがかかりすぎるということで建設されなかったその後15年間は一時的な建物で営業していたが1985年にエルンスト、フーアリーマンとルートビヒオイーディメンの設計した現在のゼハウスが建てられた湖とゼハウスは今も人気のレジャースポットとなっており足漕ぎボートも貸し出している ご飯には、庭園開発者二人の記念碑がある。ワーネックを記念したワーネック・デンクマールは、東岸の丘に立っている。1838年、ルートビヒ一世の命でフォン・クレンツェが建設した。その屋や,や南に、シュケルを記念したスカル・サウラがある。こちらもフォン・クレンツェが設計したもので、シュケルの亡くなった、翌年の1824年に建設された。 思考はエルンスト・フォン・バンデルで、彼は後にヘルマン記念像で知られるようになった。ハーショーの羊の群れ、イギリス庭園は幹線道路のイーザルリングで2分されている。南は約2トルあり、ハーショーと呼ばれる北は約3トルある。南部は天気が良い日には多くの人が訪れるが、それに比べると北部にはほとんど人が訪れない。 南部の草原は短く刈り込まれていて、スポーツや日光浴に適しているが、ハーショーの草原には羊が放牧されており、一部は夏にし草用の牧草を刈り取るために刈り込まないようになっている。ハーショーには北端にヨゼフ・デールマイヤーが1810年頃建設した、アウメースターと南端に1840年頃建設された、 ハーショーという二つのビアガーデンがある。野外劇場北部には1985年に建設された小型の円形劇場がある。夏になると野外劇場として使われている。過去にも1793年に別の場所に円形劇場が作られたことがあるが、現存しない。ハーショーの東端にイザル川が流れている。 そこにかかっているセイエンメラム橋は1978年に建設された木製の歩道橋で2002年に放火で消失したが2004年に新デザインで再建された。ありがとうございます。